はい、皆さんこんにちは、ゲシャと申します。本日は光る君へ第13話の予習解説をお届けいたします。 NHK 出版等から公式ガイドブックというものが発売されておりまして、それらにあらすじの概要が掲載されております。それらの情報をより絞って整理した上でですね、放送前に事前にお届けしている動画でございます。営業妨害の目的はございますので、情報は絞っておりまして、かつ事前にお届けすることで本編より楽しめるという視聴者のご意見が大半でございますので、そういった目的で本日も動画を展開していければと思います。ただしですね、ネタバレ一切嫌という方に関しましては、放送終了後に復習目的でご活用されている方もいらっしゃいますので、そのようにご活用いただいても問題はないかなというふうに思います。今回の13話からですね、新しい章というふうになっております。どういうことかと言いますと、前回の第12話までが青春編であるというふうにですね、脚本家の大石静香さんがおっしゃっておりますので、実際今回の13話、前回の12話から一気に話が4年進んだ上で、開始いたしますので、まあ気を取り直すという形で、私の方の動画もですね、少し構成を変えてお届けする形となります。サムネイルも少し色味を変えたりとかしておりますのでね。でですね、まあ、まずはいつも通り今回の簡易ダイジェストということで、まあ、大体20分前後の動画になりますので、まずシンプルに情報を知りたいという方向けに、整理してみました。今話した通りですね、舞台は4年後に一気に移りますよと。で、4年経つと、まあ、当然ですね、真宙であるとか、道長であるとかは大人になっていくという過程でよろしいのかなと思いますけれども、金井はですね、ちょっと老いていってしまいまして、今風に言うとボケていってしまっている形となりますよと。で、真宙ですね、4年経って何をするかと言いますと、まあ、今回あるショッキングな出来事が起きるんですけれども、それをもってですね、貧しい子へ文字を教え始めると、そういった形のことをいたします。で、道長と智子、まあ、前回、最後あのような形になりましたけれども、あのまま結婚いたしまして、お子さんが誕生している形でございます。で、前回これも話が少し出てきておりますけれども、合わせて道長、源明子との結婚をする形となります。でですね、真宙と道長なんですけれども、今回ですね、4年経ってばったりと出くわしてしまいまして、そこでお互いフリーズするというようなことが書かれておりまして、この辺もまたちょっと地獄な展開っていうのが、また待ち受けているというような形となります。で、今回はここに注目ということでですね、まあ先にストーリーの概要に入っていく前に、注目ポイントを1点1行で私の方でまとめてみました。まとめてみましたというか、このセリフでございます。私は私らしく自分が生まれてきた道を探してまいります。あれ、これ今回のセリフですかと、あれ聞いたことあるぞと、その通りでございます。このセリフは前回の第12話で真宙が道長を前にしてとっさに、発した言葉でございます。とっさにというのは、前回真宙は小でもいいという形で、まあ、道長の元に最後出会いに行ったんですけれども、まあ、道長の結婚相手北の方正妻がですね、智子であると知って、あ、それはもう太刀打ちできねえという形で、小でもいいってことが言えずにですね、とっさに言ったのがこの言葉でございます。で、実際前回をもって、道長と、智子が結婚する、真宙とはもう結婚できず小にもなれないっていう形で4年の月日が過ぎていってしまったわけですけれども、4年の月日が経った上で、先ほど言った通りショッキングなある出来事が起きて、その出来事によって真宙は改めてこの私は私らしく自分が生まれてきた意味を探してまいります。で、この意味を先ほどのこの前のところで言った貧しい子であるとか文字が読めない子に対して文字を教えるっていうことを始めるわけでございますね。なのでそれがまた今後創作であるとか、今風に言うと女性の社会進出っていう形でのつながりというか、そこにこう使命というもの、自分の生きがいっていうものを、見出していく形になるんじゃないかなというところでございます。で、今回の登場人物に関してですけれども、章は変わりますけれども、基本的には、前回までと言いますか、第1話から第12話までで出てきた人物たち、まあ、真宙ファミリーと、道長兼家ファミリーと、まあ、代理の人々という形がメインで出てきますので、まあ、真宙、道長、智子、為時、兼家の両家の父親という形で、その他もろもろという形となります。一応今回新キャラのビジュアルとして覚えていくのが、子役時代の、なんでまだ大人の俳優さんに後々変わりますけれども、一条天皇が柊木ひなたさんが演じますよと。で、あと予告映像にあったので、まだ若いですけれども、おそらく若いメイクで、藤原貞子は今回から高畑充希さんが演じるのではないかなというふうに思います。まあ、一条天皇のもとに受胎する形となりますね。
ひらぎかん、ひなたさんってなんか私どっかで見たなって今まで思ったらですね、私が好きなドラマで、そりゃ何度も見ていたわという形で、最愛、そして PICU で出てます。PICU で PICU って小児病棟のね、ドラマで、吉沢亮さん主演のやつで非常に感動的なドラマでございましたけど、それで患者役で、出られておりましたね。なるほど。素晴らしい子役さんなんで非常に期待をしております。はい。じゃあその上で、いつものストーリー概要に進んでいければと思いますけれども、本日全部で8つに分けております。まあ、かなり、ざっくりとしたタイトルで分かりやすくしておりますけれども、本編でイケイケなんて言葉出てこないですけど、まあ、イメージつくと思いますので、イケイケの金家一族ということで、まあ、話は前回から4年後になりますよと。で、摂政藤原兼家としての権力体制っていうのは、まあ、続いているというか、まあ、より盤石に突き進んでいる形となります。で、一条天皇はですね、元服の日を迎える形でございますけれども、大河ドラマでは毎年おなじみの、誰かしらが元服しますけれども、その元服、まあ、大人になる儀式においてですね、藤原兼家がですね、加冠役を務めます。まあ、要はその、加える冠でございますので、その称号となるものをこう、与えるという役目でございますね。まあ、それをやる形によってですね、もともと摂政ではありますけれども、本当にもう名実ともに、そのですね、政権基盤とでも言いましょうか、兼家一族としての、基盤をですね、盤石なものといたします。で、その盤石にもこのですね、元服の儀式によってなったわけですけれども、抜かりなく元服の儀式から20日後にはですね、兼家の長男である井浦新さん演じる道隆の娘である貞子、先ほど言った高畑充希さんがおそらく今回から演じますけれども、が一条天皇に入内するという形でございます。はい、続いてちょっとなんかショッキングな子供売り飛ばしということで、なんじゃそらという形なんですけれども、前回初登場した沢さんが今回も4年経っても仲良くやっておりまして、ある日ですね、真宙と沢さんが2人で買い物に街に出たらですね、なんと人買いがですね、まあ、商人に子供を売り飛ばす、まあ、人身売買の場に遭遇する形となりますよと。なんですけれども、その子供の母親はですね、売った場合なんてありませんというふうに言うわけですよ。おやおや、どういうことだと。なんですけれども、その人身売買の人買いはですね、おいやいや、お前さ、と、一人布一旦で売るっていう風に言ったじゃねえか、書いたじゃん、サインしただろうって、この紙お前見せたよな、っていうような形で言うんですよ。なんですけど、母親はそんな覚えはありませんって言うんですよ。詐欺ですか？違うんですよ。その紙、証文は本当なんですよ。どういうことかと言いますと、事情としてはですね、このお母さん、文字が読めないんですね。文字が読めないので、まあ、あれですよ、契約書であるとかそういったもの、現代でもちゃんと読まないで適当にサインしたらなんか引っかかっちゃうとかってあるのと同じ、まあまあ、それの本当に字が読めないから、読んでないんじゃなくて読めないっていうパターンで、なんで、まあ、証明しちゃってたわけですよ。それで、で、結果的に子供は引き渡され、真宙はそれを、真宙って正義感強いので、ちょっと待ってください、それってひどくないですかって、まあ、今回も言葉はあれですけどやっちゃうわけですよ。で、真宙なんか、なんだお前はって、まあ、なんだお前はってなるのも、まあ、なんつうの、わからなくはないんですけども、まあ、ちょっと真宙も暴力加えられて怪我しちゃうんですけれども、まあ、その抵抗も虚しく意味をなさずに、残念ながら、子供がこの本当に売買されてしまったというふうになります。非常にちょっと胸くそ悪いですよね。で、真宙怪我してですね、まあ、屋敷で、沢さんに手当てをしてもらう形となるんですけれども、真宙はこんなことを言います。文字さえ読めたらあんなことにはならなかったのに、文字を教えたいというふうに言います。はい。で、生まれてきた意味ということで、その晩、真宙はですね、庭で月を見上げます。ほら、また月なんですよ。まあ、私の動画では何度も言っている通り、そして脚本家の大石静香さんも言っている通り、月というのは月を見て君を思うなので、道長を改めて思い返してしまうわけですね、月を見上げて。で、思い返したものというのは、二人の甘い時間とか、そういった形ではなくて、私は私らしく自分が生まれてきた意味を探してまいりますという、最後の地獄の瞬間というのを、真宙は思い返す形となって、ただし、まあ、それがその日中に起きた胸くそ悪い人身売買のところと頭の中で繋がって、まあ、それが自分の使命だというふうに感じまして、その後、真宙は、まず出会った貧しい少女、種という女の子にですね、読み書きを教え始めるという形となります。はい。で、次、暗雲兼家ということでございまして、これまたなんじゃということでございますけれども、先ほど言った通り、兼家がですね、ちょっとボケてってしまうんですね。
まあ、このように異変が起きまして、まあ、例えば会議の場で源正信と道兼を間違えたりとか、まあ、唐突に関係ない話を始めたりとか、まあ、典型的なそのおじいちゃんおばあちゃんになってちょっとボケ始めてしまうという形でございますね。で、老いが迫ってきているということで、老いを、おやおや、まあ、これはこれで盤石な、ね、権力体制を維持する上ではちょっと暗雲だなってところですよね。で、まあ、話はいろいろと進んでいきまして、妻とした源明子ということで、まあ、前回実際ですね、兼家の娘である道長からしたらお姉ちゃんである明子が、まあ、源の明子、明子、藤原の明子が源の明子にうちの弟の、道長と結婚しないみたいな話をしたら、それはとてもいい話です、私身寄りがないのでって話してましたけれども、改めて整理しますと、源明子の父親である源高明という人物はですね、まあ、藤原の一族、まあ、兼家ですね、によってですね、太宰府に追いやられて、そのままちょっとこう志半ばで亡くなっていってしまったという形があります。なんで言うならば、前回にもちょっとシーンありましたけれども、源明子はもうとりあえず兼家うぜえ、兼家死ねぐらいに思っているわけなんですよね。っていうのは、ある程度藤原の明子も分かってるわけですよ。高明がね、多分自分の父親を恨んでいたってことは。で、しかも、志半ばで亡くなっていってしまったっていう風になると、まあ、当時のこのドラマの中の世界観では、まあ、霊であるとか怨霊であるとか、そういったものっていうのは信じられている体でございますので、まあ、その高明の怨念っていうものを、恐れていると。まあ、亡くなったけれども、その怨念が、災いとしてですね、降りかかってくるんじゃないかっていう風に恐れています。だからこそ、道長の妻に勧めたというのが藤原の明子の狙いでございます。これ別に道長が罰ゲームとかそういう意味ではありません。道長が明子をこう慈しむ、まあ、要は愛し合ってですね、行く形になればですね、まあ、その娘は幸せによりなる、明子はより幸せになる、その幸せな姿をですね、霊として、まあ、目撃すれば、高明の霊が目撃すれば、それは怨霊という形、その怨念としてですね、形ではなくて、その怒りというのは静まっていくのではないかというような、その行いによって怨念を鎮めようというのが藤原の明子の、まあ、狙いだったわけでございます。で、源明子はなんかその心の中ではね、もう道長と結婚してマジでもう兼家どうにかしてやるんだからみたいな感じで思っておりましたけれども、まあ、それは表に出しませんので、ありがたい話ですということで、表向きは穏便に済ませて、源明子と道長は結婚するという形となります。なんで道長は2人目の妻という形ですね。話が一気に進みますよね、4年経ったので。で、兼家の扇ということでございまして、兼家ですね、やはりもうちょっとボケてしまいまして、ちょっと家で療養する形となりましたよと。で、その話を道長が聞いて、道長が兼家の、元に行きまして、で、明子もついていきます。で、兼家はですね、明子の顔を見てもですね、明子の顔は最初思い出せないという形となります。で、どうやら多分明子です、結果的に言うんだと思うんですけれども、父の高明はですね、まあ、もう何年も前に死んでるんですけれども、兼家は、ああ、高明は息災かみたいな感じのことを言うみたいなんですね。いや、死んどるわって、なんならお前のせいで死んだわみたいな感じなわけでございますけれども、まあそういった形になりますよと。なんで、明子は多分、大人として取り出すんじゃないかなと思いますけれども、道長がですね、この言うならばボロボロになった兼家を見て、まあちょっと耐えられずに部屋を出るようでございます。で、部屋が出たで、明子さんはですね、もう完全に復讐してやろうと思ってるので、チャンスっていう形で、殺すわけではないですけれども、兼家が持っていた扇があるんですけども、その扇を欲しいというふうにねだります。すいません、りの字が消えてますけれども、ねだります。で、兼家はですね、もうわけわかんなくなってるので、この時だと、まあ、言われるがままに、おーみたいな感じで扇を、まあ、取られるというよりも、なんとなくそのまま渡すという形となります。さあ、これが果たして今後何を、どうなるかってことは、なんとなく今まで1話から12話まで見てる皆さんだったら予想つくと思いますけれども、さあ、この扇はどうなるかという形でございますよね。はい。で、智子のおせっかい、かっこ気遣いということで、シナリオガイドを見る感じだと気遣いとして書かれてますけれども、真宙視点で見たらただのおせっかいなので、おせっかいと私としては書きました。
この頃になっても、つまり4年経って、前回の物語から4年経ってるわけですよ、12話から。4年経っているんですけれども、この頃になってもですね、真宙の父親のためとき、官職得られません。まあ、ああいう人物だし、第1話でも官職得られなかったので、まあまあ、ですよねって視聴者も思いますけれども、でもそうすると、で、真宙もまだ、お婿さんを取れていないっていう形なので、まあ、自給自足プラス、なんとか小さいお金の稼いでって形だと思うんですが、まあ、ヒロは本当にこう、方々を訪ねてですね、自分を屋敷の女房として雇ってくれないかっていうふうに頼むんですけれども、まあ、なかなかそううまくもいかないという形ですよね。で、その話がですね、まあ、真宙が方々を女房として雇ってほしいであるとか、ためとき官職を未だに得られていないとかって話が、智子の耳に入ります。まあ、って感じだと思いますけども。で、智子は真宙を案じてですね、トモコの娘が藤原の明子。これも明子ですよね。明子だらけですね。藤原の明子の、指南役をですね、頼みたいと文を出します。で、地獄再びということでございまして、最後に地獄が待ち受けているんですけれども、まあ、ヒロはですね、トモコの元を訪れまして、まあ、お久しぶりでございますって話するんですけれども、ありがとうございます。そういうありがたいお申し出いただきまして、と。でも、おかげさまで他でちょうど、仕事が決まりまして、そちらのお仕事をせずにですね、済みそうでございますって言うんですけれども、嘘でございます。トモコの元では働きたくねえよ。いつ道長と会うかもわからないわけだし、まあ、そんなことはしたくない。それだけはしたくないので、まあそういうふうに言うわけですよね。ただトモコ、まあ残念。それならこうしてまたお尋ねくださいな。今度夫にも会ってくださいね。トモコさん、それはねえべって思うけど、トモコ本当に知らないから、真宙とのことをね。でも我々視聴者が来たら、おいおいおいっていう形になります。で、合わせてですね、もうトモコまた余計なことしやがってなんですけども、トモコさんがですね、真宙に、なんか、うちの夫がこんな漢詩持ってたのよって形でですね、漢詩が書かれた文を見せるんですね。で、まあ多分何かしらその道長好き好きってことが書いてある漢詩なのかなと思うんですけれども、智子はですね、これ多分その側室である、将である明子さんのものらしいんだけれども、ねえ、なんかその将なのに、私が一番の奥さんなのに、なんかうちの夫これ大事にしまったって、まあなんかちょっと嫌な感じよね、みたいな感じ多分言うんだと思うんですよね。ちょっとふわっとしか書いてないんですけど、ガイドブックには。なんですけど、この大事に書かれた多分その、道長素敵、道長好き好きって書いたの、真宙なんですよ。これ私書いたやつじゃんって、多分言わないんですけども、私書いたやつじゃんって感じなんですよね。で、智子多分、真宙はここで何も言わないはずです。で、智子はこんなこと言います。あちらとは、あちらってのは、その、側室である明子ね。あちらとは、文のやりとりがあったのね、つって。殿は私には一通の文もくださらず、いきなり、甲信町の夜に訪ねて見えたのよ、突然って言うわけですよ。これ、真宙からしたら最悪ですよ。甲信町の夜、前回の12話の甲信町の夜に、道長から智子と結婚するって知って、二人はもう別れて、それから4年間多分顔を合わせてないわけですよ。あの日の夜私がノーって言ってそのまんま智子さんのとこに行ってあれでもねこうでもねってなっちゃったのっていう風になるのでそりゃねえよって真宙からしたら多分もう心改めてやばいことになってると思います。でしかもそこに智子と道長の子である明子が多分母上みたいな感じで天真爛漫に来るんでしょう。子供に罪はないですよ。子供に罪はないですけども姿を見せますよと。そしたら、真宙は超動揺するわけですよ。なんですけども、平静を装って、もうここには入れないって形で、失礼いたしますって形で多分出ていくんでしょうね。なんですけれども、屋敷を出たらですね、道長とばったりしてしまって、二人は言葉もないまま立ち尽くして見つめ合うそうでございます。道長も道長でございますけど、二人とも4年経って、みたいな、もう どうしたらいいかわからないって感じですよね。で、ここまで、描かれ最近結構ガイドブックでもう一歩来週の冒頭に踏み込む時ともう一歩手前で終わる時があるのでわからないんですけどもこの動画のご視聴の方はある程度ネタバレは OK なのかなと思うんですけどもまあこの後立ち尽くした上で14話で話が進んでいくわけですけども14話だと、まあ、立ち尽くして結果的には何もないまままた、2人ともこうさささって感じになるっていうような流れでございます。以上でございます。まあ、エピローが最後の締めだけなんで、特に資料はございませんけれども、まあ、こういった形ですので、まあ、話が4年経ちまして、で、真宙が実際、まあ、道長と今回は最後にばったりするだけで、会わないという形になる。ここ数話は密会を重ねていたけれども、
合わないという形なので、まあ、ある程度ちょっとこうまたガラッと印象が変わるかなと。まあ、ヒロの実際着物も、映像を見る感じだと変わっておりましたし、まあ、そういった意味で本当に新章スタートということでですね、まあ、道長に子供も生まれで、なんか兼家は調子が悪くなっているしという形で、今回何が起きるってわけじゃないですけども、なんかまたいよいよ第2章としていろんなことが起きそうだなというふうに、ワクワクが止まらなくなるような第13話だなというふうに私としては思っております。ということで本日これにて以上でございます。本日3月30日でございまして、3月31日は日曜日でございます。私日曜日は動画アップいたしませんので、これにて、今年度の動画としては最後となります。そして、いろんな動画で小出しでお話をさせていただいております通り、メンバーシップ制度を4月から開始いたします。この動画はおそらく3月30日の6時にプレミア公開でアップをしておりますけれども、3月30日の夜中のうちにですね、夜のうちにメンバーシップ制度の、受付はできるような形になります。で、どういったことをやるかに関しては基本的には限定動画であるとか、あとは通常のこういった動画のコメント欄もメンバーシップの方はですね、特別な表示という形で必ず私の目に留まるような形にもなりますので、まあ、極力そういったコメントにはですね、コメントの返事をするであるとか、そういった形のこともできればなと、皆様との距離をより近づけてですね、そういった方々がより楽しめる、ファンの方がより楽しめる動画作りをですね、していければと思いますので、引き続き皆様応援よろしくお願いいたします。いろんな動画でも言ってますけども、目標はまずメンバーシップ10人の方が、登録していただくことが私の目標でございますので、ぜひ10人ぐらいは一部の、本当に一部の私ごときでもファンの方はぜひ、何卒よろしくお願いいたします。ちょっと新たなチャレンジをね、新年度はしていければと思いますので、どうぞ皆様応援よろしくお願いいたします。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。